スト20周年祭り、スペシャルドラマ、8月の彼方へ。第3話、あかりさんに会いに。この立派な建物は一体？おー、なんか立派なところに来ちゃいましたよ。こんなところにいて捕まったりしないでしょうか。へえ、警備の目を盗んでここまで入り込める賊がいるなんて。でも私に見つかったのは幸運だったわね。幸運？それなりにいい刀だから、切られたことに気づく前に首と胴体が離れると思うわ。覚悟なさい！うわー！もっともっともっと！あかりさんですよね？私ですよ、ユウです。冥界に可憐に咲くアイリスのマスコットキャラのユウです。可憐に咲く？そこは少し盛りました。刀は冗談よ、抜いてもいないわ。相変わらずね、ユウ。久しぶり。よかった、覚えててくれましたか。声をかけられた時はどうしようかと。ここはこの国の皇帝が住む邸宮の一番奥よ。見知らぬ者がいたら問答無用で切られてもおかしくないわ。やっぱりそうでしたか。ブルブルブル。とりあえず私の部屋に行きましょうか。それでどうしたの？物見湯さんに来たってわけじゃないんでしょ？もちろんそれならそれで歓迎するけれど。実はですね。なるほどね、大体の事情はつかめた。私もこの国の皇帝、あまり長い間無断で離れるのは難しいわ。でもあちらの世界でユウや冥王様やアイリスのみんなに世話になったのは忘れない。義を見てせざるはユウなきなりとも言うしね。ぜひ力にならせて。あかりさん、ありがとうございます。琴音は今伊勢屋っていう少し離れたところに仕事で行っちゃってるのよね。一緒に呼べればよかったのだけど。いえ、お仕事なら仕方ないですよ。それにしても8月か、一体何なのかしら。私以外にも協力してくれる人がいるのよね。はい、すでにお一人行ってらっしゃいますし、これからもまだ何人か応援を頼もうと。いろんな世界から来る方々と会うのも楽しみね。それでどうやったら私はあちらの世界に行けるのかしら。さっきはこうやって手をパンって合わせたら、わあ、あかりさんが消えました。転移したのでしょうか。またやってしまいました。あかりさん、こちらに何か忘れ物してないといいのですが。まあ一応心配いらないと書き置きを残しておきましょう。これでよし。ではまた次の世界に行きますよ。まさかまたユウに会えるとは思っていなかったわ。それも邸宮の奥でなんてびっくり。見つけたのが私でよかった。さてユウはまた別の世界に向かうみたいだけれど、次は安全な場所なのかしら。次回ティーナさんに会いに、月の文化と歴史のお勉強、お楽しみあれ。